必死に佇んでいた。あ、釣り竿を手にした人があの岸にいるのが見えた。あ、見ているね、冷静に魚が泳ぐのを。小川は住んでるからきっと大丈夫って思ってたよ。マスは漁師のその釣り竿にかからないよ。魚たちはきっとね、ああその漁師待ちきれなくて悪いこと考えていた。あ、泥棒め、綺麗な小川濁らせて惑わせたんだ。釣り竿が持ち上がり魚は暴れた。私は岸辺に立ってムカついた気持ちでマスを見てたよ。ああ騙され卑怯な人に捕まっちゃったかわいそうな。ああマスを血はいる。あ、健全な青春時代生きている君たちに言う。あ、思い出せあのマスを危険だとすぐ気づいてね。あなたは生きる知恵がまだ足りないみたい。そうじゃないか。誘惑する悪い漁師を見てたでしょ。